はい、加賀光正です。今回は腕で弾くという話です。主に右手ですね。楽器っていうのは無意識に手で弾くというイメージがついていることが多いです。で、手で弾くってなると、この動き、ここを、特にベースの指弾きの場合、ここで腕を固定して指先だけでこう弾いていくというケースが多いです。もちろんこれも全く問題ないんですが、まあ主にベースらしい音を欲しいときには、こう指先でだけで弾いてるときの音と、腕を使って弾くとき、だいぶ音質違うの分かりますか？腕を使ってると、こういう音です。指先だけだと、まあもちろんそのシーンに応じて必要な音が違うので切り替えていけばいいんですが、通常何も考えないのであれば腕で弾く方がメリットが大きいです。これまあ欲しい音質によりますが、腕で弾くとまあメカニズムとしては指先だけの筋肉ってすごい少ないじゃないですか。どんだけの筋肉があると思います？ここですが、腕の力を伝えるともう筋肉何十倍もありますよね。この力がこういくので結果的にめちゃくちゃ力が伝わります。しかも引っかからないです。指先だけで弾くとついつい弦をすごく引っ掛けちゃうんですね。ギュッと。そうすると立ち上がりも遅いですし、弦自体が暴れることが多いです。ですが腕を使って弾く、まあ腕を弾くですね、こういうイメージで弾くと弦自体の引っかかりが少なくて済むので、しかも力はよりよく伝わると。で、単純に太い音がします。まあメリットが多いです。まあどちらがいいかは最終的には、切り替えて、その時欲しいイメージで切り替えて使うのがベストだと思いますが、参考までに腕を使っている弾いている人っていうのは比較的見た目指が長く見えます。こういう風に見えます。で、指先だけで弾く人っていうのは指がちょっとあるあいり気味になってくるんですね。こういう感じです。なのでこういう風に見えてれば腕で使ってる人が多いです。で、こういう風に見えてれば、手の先の指の方で使ってる、指の力を使って弾いてるというケースが多いです。もちろん、まあ、腕だけを使ってる、指先だけを使ってるというのではなく、両方の兼ね合いのバランスによってそれぞれのスタイルが出来上がっているので、自分にとってどういうものが必要かは研究してみてください。というわけで、腕を使って弾くという話でした。指先だけで弾くとこういう音、腕を使うとこういう音になります。ぜひ試して音の違いを確認してみてください。加賀光正でした。それではまた。